はい、三つ編みの表編み込みです。今溶かしてもらいましたけど、非常に綺麗に溶かすことがまず重要です。溶かし方は非常に重要ですね。でこれ表編み込みです。一番編み込みの中で基本的な技術になると思いますので、絶対できるようにしてください。でこう今溶かしてもらってますが、こう溶かしてから編み込むっていうことが綺麗な編み込みを作るポイントになっております。スライスを取ったら溶かす。で、上下から溶かしてあげた方が、綺麗な面ができますので、仕上がりも当然綺麗になってきます。上下で串を溶かす。そしてペタバにくっつけてあげて、上から表編みなんで上から編み込みます。でまたスライスを取りますね。でくっつけたペタバを。まあ、コツとしたらこの全体のセンターをぶらさずにいくことですね。でテンションの角度もテンションの引っ張る力、テンションも左右、均一で。次はサイドになります。このセンターをぶらさずまっすぐ、そしてよく溶かしてあげて3つに分け取ります。その後左右の毛束を上から編み込んでいくと。今度はスライスを取って溶かしてあげる。で端っこの毛束にくっつけて、それをさらに上からかぶせてあげると。はい、で今度はまたスライスを取ります。にくっつけ上からかぶせると。これの繰り返しですね。串を通して上下から左右から串を通して毛束をくっつけて編み込むと、はい、そしたらまた反対側のスライスを取ると。
非常に簡単な作業なんですけど、単純で簡単な作業なんですけど、やっぱりいかに綺麗に編み込んでいくかっていうところも重要になってます。でこの際テンションは引っ張る力ですね。引っ張る力に関しては全部均一に引っ張る力を与えてます。であとセンターですね。このまっすぐ今編み込んでってるんですけど、三つ編みをまっすぐしてるんですが、そこのセンターの軸をぶらさないようにまっすぐ編み込んでいくっていうことが重要になってます。直線の焦点をぶらさないことですね。綺麗に編み込まれます。はい、今編み込みできました。これが三つ編み込みですね。で、表三つ編みですね。一番基本になるんで、これ大事にしてやってください。で、注意するポイントなんですけど、まずこちらですね。センターの軸をぶらさないっていうことですね。しっかりまっすぐ下ろしていくっていうことです。はい。であとは上下左右でこう溶かしながら編み込んでったんですけど、この溶かすっていう作業が綺麗な面を出すコツですよね。この溶かしてるところってここですよね。はい。では綺麗になりますんで、溶かすっていうことも非常に重要です。はい。であとはこの編み込む時の引っ張る力ですね。こう編み込んでたんですけど、引っ張る力を両方均一に引っ張るっていうことが重要になってますね。はい、こんな感じに綺麗に編み込まれています。で、こちらのパターンですね。こちらのパターンも同様ですね。はい、まずはセンターをまっすぐ、軸をぶらさないってことですね。はい、と溶かすっていう作業ですよね。この溶かす作業、はい、綺麗に溶かすと面がこのように綺麗に生まれますんで、はい、で、あとは引っ張る力ですよね。はい、引っ張る力を均一に引っ張っていってあげるっていうことが重要になってますね。綺麗にこう仕上げるコツなんじゃないかなと思います。はい、非常に簡単ですよ。非常に簡単。ただ丁寧にやるっていうことが重要になっております。ぜひこういった美容動画の美容動画の公開ですね、アップロードしていきますので、まあ、また他の動画もいっぱい公開していきますんで、ぜひ参考にしていただけるとありがたいと思います。はい、ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。よく